ケイト・ブランシェットさんの登場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、皆さん、どうもありがとうございました。また後ほど、写真タイム設けてありますので、その時にまたお願いいたします。改めまして、映画キャレル主演のケイト・ブランシェットさんです。それでは、ここからお客様の皆さん、どうぞ撮影の方は控えてくださいね。それでは、ケイトさん、日本のファンの皆さん、そしてマスコミの皆さんにご挨拶をお願いいたします。Thank you very much for such a warm welcome. I feel very alone, actually, being here without Rooney, without Todd Haynes, without Ed Lachman, the cinematographer, without Sandy Powell, the costume designer, with Carter Burwell, who did the wonderful score, and Morag Ross and Kate Giorgio did the brilliant hair and makeup, because it takes an army to make a film, but it's a film I'm incredibly...お迎えくださいまして本当に嬉しく思っております。ちょっとここで一人で立っていることが心細いですというのが、この作品というのはやはり監督、そして共演のルーニー、キャメラマンのエド、衣装のサンディ、その他作曲家ヘアメイクさん、さまざまな方がたくさんの力で作られているからです。けれどもこのキャロル、私とても誇らしく思っていますので、皆様今日ここにいらしてくださったこと大変嬉しく思っております。はい、ケイトさんでようこそ日本へという感じですが、これよりプレスの皆さんもちょっとフラッシュでの撮影、しばし控えさせていただきたいと思います。アカデミー賞主演女優賞ノミネートおめでとうございます。そして今回受賞されましたアビエーターの助演女優賞、ブルージャスミンの主演女優賞に続き、3度目のオスカーということになるわけですけれども、今回はルーニー・マーソンとのダブルノミネートなんですが、ぜひね、一緒に、2人揃ってノミネート、して、いただければ、まあしていただいているわけですけれども、受賞していただきたいというのが、気持ちでございますが、ノミネートされた気持ちはいかがでしょうかね。2人揃ってというルーニー・マーソンと一緒にノミネートされたお気持ちは。Well,
Thank you. It's an extraordinary honor, and many, many people from the film have been nominated, which is a wonderful thing. You know, it's always wonderful when the your peers recognize your work. But as you will see tonight, the film is very much shared with Rooney. It's a film with two women and the love between them. So, yes, wonderful that Rooney's been nominated. 本当に素晴らしいことだと思います。やはり多くの同じ業界の方々から認められてのノミネーションということですから、大変それは栄えることですし、このキャロルという作品からも他のたくさんの方がノミネートされています。でこれからご覧いただくわけですけれども、この作品は自分とルーニーが2人で演じているこの2人の女性とその間の愛が描かれていきます。ですからやはりルーニーと共にダブルノミネートされたことがですね、すみません、ことが何よりも嬉しいです。はい、わかりました。いよいよ日本での公開は1ヶ月を切ったわけなんですが、ちょっといろいろ作品について伺っていきたいと思います。ケイト・ブランシェットさんは数々の作品でさまざまな、女性を演じていらっしゃいますが、今回、キャロルという女優についてどのように思われているのか、そして演じていてどういった部分に共感されたのか教えていただきます。And this film is no exception. It's set in the 1950s when the love that this film describes was a crime, and it's a Patricia Highsmith story. And she's, as many of you will know, is the grand master, mistress of crime. But this time, it's not a gun, it's not a murder. It's the love that's criminal. And as you will see in the story, Carol is forced to make a terrible choice, between being who she is and being a mother. But I don't want to give too much away. 演技というのはやはり自分の見知らぬ人とつながる、その努力をすることなのではないかと思っていますので、そういった意味では今回の例外ではありません。舞台は1950年代、当時は同性同士のこういった愛というのは犯罪だったんですね。原作はパトリシア・ハイスミス、ご存知の方も多いと思いますが、クライムものの女王として知られています。ただキャロルという今回の物語の中では、殺人あるいは銃が出てくるのではなく、その犯罪が愛だという、そういうストーリーなんですね。でもあまり、内容についてはネタバレしたくはないんですけれども、劇中私の演じるキャロルは、ありのままの自分であるか、あるいは母親として、どうあるべきなのかという、そういった非常に辛い選択を迫られる、そんな場面もあります。はい、そして今作ではテレーズ役のルーニー・マーラさんと恋愛関係を陥るわけなんですけれども、ルーニーさんとは、初めての共演、そして、もちろん初めてのラブシーンなんですけれども、男性のラブシーンに比べて女性とのラブシーンというのは、いかがだったでしょうか。Well, the bits are different. 細かいところは違うじゃありませんか。But, no, I think the power of the film, as you will see,and only Todd Haynes, the director, could have achieved this, is that very quickly, it's not that the fact that the women are the same gender isn't important, but it becomes an epic love story, just like Romeo and Juliet. And that's the way we thought about it. Love is love, no matter who it's between. So, no. そしてこれこそが映画というものの力なのではないかと思いますし、監督トート・ヘインズだからこそ今回こういった作品ができたと思うのは、もう女性同士とか、女性男性というそういうジェンダーの垣根を超えた、ロミオとジュリエットのような壮大な純粋な愛が描かれているところなんですね。つまるところ、人と人の、ごめんなさい、愛は愛である、そこに変わりはないのです。愛する二人は、関係ないですもんね。はい、それではですね、ありがとうございました。実は本日、ケイト・ブランシェットさんの大ファンだという、日本の女優さんがお越しいただいております。応援に駆けつけていただいております。早速お呼びしたいと思います。皆様、大きな大きな拍手でお迎えください。寺島しのぶさんです。どうぞお越しください。
ちなみにあのこのお花はニコライ・バーグマンさんがキャロルをイメージして花束を作ってくださったそうです。とても美しいです、ありがとうございますとおっしゃっています。ちなみにとても重い花束なんですよねはい、さあ、皆さんまたあのここから、スチードの皆さんフラッシュの方をちょっと控えていただきたいと思います。それではいろいろあの田島さんも交えていろいろお話を伺っていきたいと思います。また後ほどあのフォト、セッション、フォトタイム、ご用意しておりますので皆さんその時に思いっきり、たくさん写真を撮っていただきたいと思います。さあということで、田島しのぶさん、あのキャロルをもうご覧になって、はい、拝見しました。まず感想いかがですか。これぞ映画というか理屈がない、もう見てるだけでその世界に自然に入り込める。はい、そして田島さん、ケイトさんに、お大好きな女優さんということなんですけれども、はい、今回が会われたのは初めて。はい、はいもう非常に打ち解けてらっしゃいますけど、いかがですか、生ケイトさんは。はい、あの生のケイトさんはいかがですか。生のケイトさんって言っちゃってるんですけど、恥ずかしいからそんなこと聞かないでくださいとおっしゃってます。でも本当に女優さんとして尊敬するというか、彼女が選ぶ仕事とか、その核をつかむその役の入り方とか憑依する感じとか、男性もされてますからね。同じ監督で、はい、ボブ・デュランもやられてる方ですから、もうその人間のこの人はこういう人物なんだっていう掴み方がとても素晴らしくて、それをいとも簡単にさりげなくされているところが、やっぱり同業者として素晴らしいなと思います。ケイトさんに何か聞いてみたいことってありますか。女性もいろんなタイプの女性をされて、男性もされて、もう今度は何の役をやったら自分また新しい自分が見つかると思いますか。 Probably the life story of a sumo wrestler. 相撲力士の人生ものかしら。太らないといけないですよそうですね、 An anorexic sumo wrestlerなんかその 食事のいろいろ障害を持っている、そういう相撲歴史だったらいけるかもしれません。非常にポリティカルコレクション接触障害的な拒食症ですよね、なんて言うんでしょうね。そうですね、はい、まあ、ここさあ、ということでまだまだいろいろお話を伺いたいと思うんですけど、そろそろ、ここで、マスコミの皆さんに向けたフォトセッションに、移りたいと思います。それではまずは、スチールの皆様から、行ってみたいと思います。じゃあ中央の方をスタジオプリーズ、よろしくお願いします。フォープリーズ、そして一般の方はちょっとここごめんなさいね、一般の方は、これはマスコミの方、のみと、させていただきます。じゃあ続いて、そうですね、下手の方からちょっと行きましょうか。 To your stage right please。はい、大丈夫ですか。はい、
では、上田の方は行きましょうか。To your stage left, please. はい、上田の皆さん大丈夫ですね。上田の皆さん大丈夫ですか。では最後にまた、センターに戻りたいと思います。Cate, if you would look to your center, once again. はい、失礼皆さんどうもありがとうございます。続いてはムービーの方々いきましょう。If you look towards the movie cameras right up there at the very high point of this, the theater. はい、a little more? もうちょっとこう。よしさん。手を振ってくれという指示が出てるんですけど。Cate, if you would kind of say hello, wave. 次はもうね、やっぱり女優同士の会話、すみません、何を話しているでしょうかね。はい、OK ですね。OK、ありがとうございました。そうですね、やっと気づいていただきました。ありがとうございます。すごいですよね、人前でもね、なんか大変で女優同士の会話というのは。さあ、それではここで、最後にムービーの皆さん、用意しておいてください。ここで、スペシャル、セッションでございます。実は客席の皆さんに少しちょっと早めのバレンタインチョコのプレゼントがございます。ケイトさんに掛け声をかけていただくんですが、さあこの両サイドにある巨大なバルーン、一体どうなるのか、皆さん乞うご期待です。それではムービーの皆さん、用意はよろしいでしょうか。そしてお客さんも歓声拍手で盛り上げてください。それでは、ケイトさん、お願いいたします。I think everyone should say it. Three, two, 一緒に行ってください。One! ありがとうございました。皆さんのご協力で大成功。バルーンから小さなハートのバルーンがたくさん降ってまいりました。客席の皆さんに透明なバルーン届いていますでしょうか。中にはハートのチョコレートが入っています。そしてこれ実はね、全員にはいかないんですが、ご安心ください。映画を見終わった後、出口に、皆さんにまた配りますのでね。そしてバレンタインなんですけれども、映画の最中は遊ばないでください。足元に、保管しといてください。さあということで流れ惜しいんですが、最後となってしまいました。お二人からメッセージをいただきたいと思います。まずは寺島さん、よろしくお願いいたします。はい、本当に夢のような美しい映画だと思っております。私1回拝見しましたけれども、2回も3回も見たくなる、美しい映画でした。どうぞ皆様お楽しみください。はい、ありがとうございます。それでは最後さん、最後に、ケイトさんお願いいたします。Thank you to Shinobu for your incredible support、and to the distributors、for you know, their excitement around the film. I hope you love it、as much as we all did making it. It was a real labor of love.本当に忍さんとおっしゃってましたけど、寺島さんには力強いサポートありがとうございます。また配給会社の方々も一生懸命頑張ってくださっているこの作品、我々も制作している時に本当にも愛で作った作品なんです。皆さん何も同じように感じていただければ幸いです。はい、ありがとうございました。皆さん、ケイトブランチェットさん、そして寺島さんに大きな拍手をお願いします。
会場にいるのは、嬉しかったです。